やみな、どうもこんにちは、くんひろです。さあ今日はとある魔術のインデックスイマジナリーフェストのレベル、プレイヤーレベルを最速で上げる方法を皆様にご紹介いたします。まあ、ちょっと言い過ぎかもしれないけどね。あともうみんなこれ知ってるかもしれないし、結構独学、どっかの攻略サイト見てやったとかじゃなくて、もう独学で、こういろいろ試行錯誤して、あ、これ最速だろうと思って今みんなに紹介してます。おそらく最初はみんなリセマナをして、好きなキャラクターもしくは世の中で強いと言われてるキャラクターを出して、そっから始めてると思うんですよ。もちろんバトルキャラクターで、ちゃんとその星3キャラクターを育成して、星2でもいいので他の2体を育成していればしっかりとストーリーはクリアできると思います。で、レベルカウントするタイミングっていうのがおそらくね、育ててたら勝手に上がるんだよ。まあ、このイマジナリーフェストっていうのは、プレイヤーのレベルはスタミナを消費した分の経験値が入るんだよね。なのでこのクエストのスタミナ消費が10なので、このクエストを100回やれば100の経験値が入ると。あ、違う100回やったらもっと入るわ。10回やれば100の経験値が入るね。まあおそらくこれはみんな、うん、そんなことは分かってるよと言ってると思います。で、この左にあるチケットを使う、このチケットを使うをいかに有効に使っていくかが鍵になるんですよね。もう最速で上げるための、僕はこのチケットをもう最初からガン回ししました。もうバンバン使いました。もうむしろ周回はチケットしか使ってないって言っても過言ではない。いやいや、そんなにたまんないよ、くんひろさん、と思う方いらっしゃると思うんですけども、これをね、簡単に手に入れる方法がたくさんあるんですよ。まず、これ、ショップですね。ショップで、10個売ってるので、これを買います。そして、この今すぐ更新を押して、さらに買うと。これを何回も何回も僕はやりました。で、他のやつもあるんだけども、それはキャラクターのレベルを上げる必要が出てきたなと思った時に買ってました。なので基本的にはグレードを上げることを優先して、今すぐ更新、チケットを買うを繰り返してましたね。そしてもう一つ、これはね、意外と最初の方は忘れがちというか気づかないところなんですけども、この待ち合わせ、マイキャラクターっていうところを押すと待ち合わせっていうところなんですよ。今もう12時間でセットしてあるんで、ちょっと会いに行きますね。こういう風にキャラの CP を上げることができるんですけど、これの報酬が時間によって変わってくるんですよ。今12時間でしかやってないんですけども、これ見てください、めっちゃもらえるんですよ。34個ね、すっげーもらえるのよ。ただこれはまあ12時間、1日の時間限られてるので、1日にこれ2回しか受け取れないと。なのでこれはもう絶対にセットしておいた方がいい。最初にこれを知っとくか知ってないだけでだいぶ効率が変わります。で、お次はスタミナですね。まあチケットはたくさん手に入った、うん、レベルの上げ方は分かった、でもその肝心の源スタミナがねえぞという方はですね、これガチャを我慢してください。これは最初は我慢、そう、リセマラをした分ガチャを我慢するっていう、そういうむしろスタミナに回せるって思った方がいいね。ちょっとこの動画を作ってる時はメインストーリーのドロップ率が普通なんですけども、配信されてね5日間ぐらいはドロップが2倍だったんですよ。おそらくこれすぐまた回ってくると思うんですけども、そのタイミングもあって僕はもうガンガンに回しました。で、今はこっちの成長クエストのドロップ率が上がってるという感じになってますけどね。じゃあ実際に職法さんでどんな感じで回していたのかやってみましょう。まあこういう風に選んで、あとはチケットをこうやって適当にね使って、はい、これもうこれの繰り返し、ずっとこれの繰り返しで、ここら辺のアイテムが溜まったらグレードを上げていくと。今チケットは95あるけど、これはねすぐなくなりますね。溜まりましたね、これで。で、強化していくと。うん、本当にずっとこれだけ。そうすると勝手にレベルも上がっていって、どんどんグレードも上がっていって、でキャラもどんどん強くできると。で、スタミナがなくなったらここで回復すると。で、最初は40なんだけど、どん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 上がっていくんだよね。まあこれは最初のは我慢してやるしかないね。ガチャに回したい気持ちもあるけど、でも俺は最初から結構これやり続けて、今カウントしたけど、未だに1万6000があんの。うん、めちゃめちゃ手に入るから。で、今まで無課金で回した回数はおそらく20回かな。20連だけしか回してません。俺は最初にリセマラせずに始めたかったんで、もういきなり100連ぶち込んだんですよ。100連分ぶち込みました。このゲームの景気づけも兼ねてね。で、その100連分を抜いて回したのが20回かな。だと思います。で、20回回して、一回ドブって、で、次白井黒子出たか。そうだ、レベルカウント記念に白井黒子だ。そう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 。で、今、メインのキャラクターがね、63人いますけども、こんな感じでね、グレードも上げれるとこはもう上げきれました。まあ、あとはゆっくり他のキャラを上げて、共闘の一番上。ね、ここ
行けるようになりたいね。ここはねまだ行けないんだよ。一応メインのキャラクターとアシストキャラクター、まあレベルちょっと上げて、やっと3万7000。だからこれは上のキャラクター全員もうレベル60にして、下のキャラクターも60手前ぐらいになったら、やっといけるぐらいなのかなと。で、異能決戦見るとね、もうみんな60いってんのよ。うん、1800位ぐらいの人とかね。多分、まあ1日3時間ぐらいやってる人はもういってんのかな。うん、このチケットを使って効率よく、ま、回ってる人はね。で、このショップでお金みたいなの払うと思うんですけど、これはね、チケットで回ってる最中に結構溜まるんですよ。なので、それで賄ってました。で、もう一つ補足で入れておくと、このスポットっていうのがあると思うんですけど、これはね、レベルが結構上がってからやった方がいいと思います。最初は、全然もらえないんですよ。でも、レベルが10、20、30、40って上がってくると、どん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 ここでね、もらえる数が増えるんだよね。例えば、スタミナも最初は8とかだと思うんですけど、もうね、24かな ?36 かな、まあ、そんぐらいもらえるようになるの。うん、だから、できれば、レベルが育った後にこれは触れて回復した方がいいかなと。まあ、それぐらいかな。まあ、今日の動画の内容を簡単に言うと、チケットでクエストをガンガン回して、プレイのレベルを上げて、チケットがなくなったらショップで買って、更新して買って、更新して買って、スタミナは石を割ってガンガン回復させちゃっていい。そしてマイキャラクターの待ち合わせ時間を12時間にして、しっかりとチケットを回収していくと。ただ、これはね、リリースされて5日間のそのドロップ2倍。ノーマルクエスト、通常のクエストがドロップ2倍だったのがあって、まあそこが美味しかったっていうのでブーストしてたんですよ、自分は。なのでもしかしたら今、それをやると、まあどうだろうな、レベル上がることは悪いことじゃないので別にいいと思うんですけど、まあゆっくり、今はゆっくりやってもいいかもしれないですね。ただチケットで回るとか、そのチケットを手に、ね、チケットを買えることとか、チケットがその出会い系じゃねえや。待ち合わせでいっぱい手に入ることっていうのは知識としては入れておいてもいいのかなという感じでございます。あとは進めてると、このね、学習書クエストとかがレベル5とかになってすごいいっぱいもらえるんですよ。多分今、あ、もうやっちゃってるわ。ごめん。普通にやっちゃってるわ。ちくしょう、こういう時にね、見せれないのがいかんね。ということで、雑な説明だったかもしれませんが、参考になってれば幸いでございます。まあ、もしかしたらね、アニメが、とある科学のアクセラレーターっていうアニメが始まるんで、それをきっかけになんかイベントが来るかもしれないので、それで始める人もいれば、まあ、やめる人はいないか。そこでやめる人はいないと思うんで、まあ、そっから入ってきた人とかが、この動画を見て、少しでも効率よく、楽に進めれるようになってればいいなと思っております。ちなみにみんなはどのキャラで始めたんだろう？それが気になるな。俺は運よくミサガミコとか出たからね。そのリセマラじゃなくて100連でね。ガンガン回したから。ガンガン回して。まあ、リセマラでやったらアクセラレーターか。まあ、白い黒子で始めてたかな。おぉ！取れてなかったパティーン！ちょっと待って、マジか。マジか！おいおいおい、マジか、今何が起きたか説明する？もう、まあ、動画の締めとして、よし、じゃあせっかくだから今日は10連回していきましょうと。言って勢いよと回したよ、今。うん。勢いよと回したよ。結果これなんだけど、動画撮れてませんでした。はい、ごちそうさまでした。ちょっと待って、マジで。嘘だろ。ほら、さっきまで1万6000だったのに1万3000になってる。うわ、マジかよ、マジかよ、マジかよ。え、びっくりなんですけど。え、ビッグマックですか？え、ハッピーセットですか？頭の中ハッピーセットですか？え？本当に怒りますよ。ちょっと待って、マジで。うわ、泣くわ、これは。まあ、いや、もう一回回すわ。はい、もう一回回すわ。まあね、今石がたくさんあるからね、気がでかいっすよ。気が大きくなってます。で、今日は一応、こっちのガチャ、ピックアップ2の方回したいと思うんですけども、多分ね、今、1回したがもしかしたらいいかもしれないね。まあ、2の俺の目玉的には、目玉は、ステイル。ステイルマグヌスがやっぱりいいのかなと。これね、異能攻撃力が2400もあって、で、その物理防御力が2100もあるんですよ。これ強いよね、だいぶね。うん。まあ、物理型が今は欲しいから、もしかしたら神崎さんの方が俺は合ってるのかもしれないけど、まあ、キャラの性能的にね、このね、魔女狩りのイノゲンデウス、攻撃範囲内の敵に対して特大威力のイノ攻撃、プラス SP を25上昇する。なので、しかもチャージが3ターンなんですよ。だから、
結構高速で必殺技を回していけるキャラクターで、さらに炎よで自分の両隣のキャラの移行を中アップできると。これがねすごいいいんですよ。まあ俺は結構ね、美坂美琴とかもいるし、あ、まあ、あれか、黒、白い黒子は物理攻撃か。うん、なので、まあ、美坂君と結構軸にしてるんで、その、異能攻撃力っていうのが大事なんだよね。で、片や美坂美琴っつうのは、異能攻撃力、化け物ですよ。2600。化け物でしょ。これはね、ほんとトップクラスなんじゃないかな、今んとこ。まあ、ほんとビリビリお化けだよね。で、電撃強化で、移行攻撃力を中アップさせて、さらにクリティカル必中にすると。これ2ターンって書いてあるけど、実際使ったターンからカウントされるんで、まあ、1ターンですね。これが本当に強い。で、さらに、レールガン。これを打ち込むと、もう大体の時は死にますね。うん、レールガンで大体の時は死ぬ。正面の敵に対して特大威力の猪攻撃。さらに感電を1ターン付与すると。この感電はね、まあ、敵を麻痺させて、一旦動けなくさせるみたいな感じですね。うん、まあ、火力としては、ミクス高見事の方が強いんだけど、攻撃範囲がまっすぐにしかないんですよ。なので、ステイルはその分、攻撃力は若干低いけど、いろんな敵に攻撃できると。いうメリットがあるね。で、もしかしたら俺は、こっちを回した方がいいのかもしれない。まあ、トーマも強いんですよね。対人戦やってると、こっちが先行だから、強化するターンが先行に大体回ってくるんですよ。で、強化して、次のターンに、トーマのパンチで全部解除させられる。それがね、めちゃめちゃ腹立つんですよね。まあ、うまくできてるなと。まあ、基本的に先行が有利なんだけども、AI のシステムを利用して、後攻も有利になるシステムがあると。まあ、防衛しやすいシステムができると。いうことになってましたね。よし、まあ、さっきね、第2回したんで、こっちも第2回しましょうか。取れてるよな。よし、OK。行くぞ、みんな。うわぁ、ちょっともったいないけど。大丈夫。もしかしたら、この次。アクセラレーターのピックアップ来るから取っておきたいけど。でもアクセラレーターが来たら誰だろうな、相方は。やっぱラストオーダーかな。相変わらずこの絵いいよな、アニメーション。でもさ、ガット、来た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 、マジだ。よっしゃ。オッケー、これ来るぞ。あ、嘘、マジで、え、マジで、え、嘘。え、今来たと思ったのに。サテンさん、かわいいね。俺基本的にね、レールガンのキャラが好きだからね。え、今の演出って来ないか。そうかそうか。俺ね、いつも、メイドちゃんがね、後ろにいるときは、大体来てたんですよ。パパ。まさかパパをアシストキャラで入れてくると思わんかったな。まあ確かに、アニメではキャラとしては、だいぶ立つシーンはあったけどね。立つシーンはあったけど、まさかパパ来ると思わんかったな。あ、ちなみに原作読んでないんですよ。アニメだけしか読んでなくてね。ちなみに皆さんはどのキャラが好きですか？ぜひコメントください。どのキャラが好きですか？俺はアクセラレータと白井黒子、ラストオーダー、美坂美琴。まあその辺が一番好きかな。結構王道なメンツだね。王道メンツが好き。皆さんは何のキャラが好きですか？さあ、ここで、金枠がね、昇格するかもしれません。じゃあ左から行こうか。ふっ！ああ！白井黒子。これ持ってるけど、まあ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 いいでしょう。好きなんでね。さあ頼むぞ。俺の右手がイマジンブレイカーとなるのか、何も発動しないのか。できれば何も発動しないでほしい。イマジンブレイカー発動するとね、星3点なんから。いきます。その幻想をぶち殺す。うわっ、出んかった。姫神か。これエロいよな、この自撮り。この自撮りマジでエロいと思うわ。はい、ということで皆様ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらこれを見てからガチャを回したら出るかもしれませんので、ぜひ回してみてください。はぁ、20連したのにな。スクエニ動画撮ってるって言ったじゃん。またな。